2002年6月10日の駅舎。2007年夏から設置された飲料品の自動販売機がまだない。宮川駅は、三重県伊勢市小畑町本町にある東海旅客鉄道三宮線の駅である。快速、三重は原則として通過となるが、三宮線内各駅停車となる19号21号23号25号の伊勢市行きに加え、名古屋行きの 三重2号4号が停車する。終着駅であった開業直後の4年間については、1日平均の乗降者数が1000人を超え、松坂駅の約2倍の人数で混雑していた。しかし、1897年11月の山田駅開業とともに、混雑は山田駅に移り、1898年の乗降者数は約10分の1に激減することになった。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。行き違い用線路が、ホームよりずっと長いのは、かつて貨物列車や伊勢神宮参拝の長距離列車が、当駅で交換した名残である。伊勢市駅管理の無人駅となっている。なお、2番線側から直接ホームに入ることも、可能である。三重県統計省によると、 1>, 1日の平均乗車辞任は以下の通りである。当駅に一部が停車する快速、三重の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。